は体を後ろに反らす運動よ。飛び立つ寸前の白鳥のように儚く、指先まで優雅に行うのがコツさ。勢いをつけて反らしちゃダメだよ。腰を痛めちゃうからね。それじゃあやってみましょう。いやー、大盛り上がりですね。商店街ラジオ体操ライブ。心ちゃんが言い出した時はびっくりしたけど、実際にやってみたら大好評だったね。そうですね、朝早いのだけちょっと参りましたけど。さあ、体操はここでおしまい。うん、でもみんなまだまだ動き足りないって顔をしているわね。あ、せっかく体操したんだし、みんなでドッジボールをしましょう。まさか私までドッジボールすることになるなんて。お疲れ様、美咲ちゃん。みんなにボール投げられて大人気だったね。的が大きいから狙いやすかったんでしょうね。もうクタクタですよ。ライブもドッジボールも終わりましたし、そろそろミッシェル脱いできますね。うん、私も着替えてくるね。ふぅ、疲れた疲れた。ミッシェルだから疲労も5割増しだったな。いくらミッシェルで動くのに慣れたとは言っても限度ってものがあるよね。でも心たちがこれで解散なんてするわけないし、このあと一日中振り回されるんだろうな。まったく、体力がいくらあっても足りないよ。とりあえずさっさとミッシェルを脱いで。あれ、いやいや、まさか。それがですね、あ、そうだ、カノンさん、ファスナーを下ろしてくれません？え？ミッシェルの背中の？はい、お願いします。
たらすぐに来てね。美咲ちゃん。ごまかそうとして思わず。そっか、こうなったら仕方ないです。今日はミッシェルとして過ごすことにします。さあ、これから何をしようかしら。ミシェル、どこか行きたいところはある？すぐには思い浮かばないよ。そう？なら思いついたら教えてちょうだい。うん、わかったよ。それよりココロちゃん、ずいぶん楽しそうだね。当たり前よ。ミッシェルはいつもライブが終わるとすぐ帰っちゃうでしょ。でも今日は一日一緒にいられるなんて、こんな素敵なことはないわ。そう、そっか。私から見ると普段と変わらないけど、みんなからしたらそうなるのか。それならフォルモーント城も欠かせないね。あの城での儚い物語、ミッシェルがいればより劇的なものになる。それなら両方行きましょう。両方って今日中には無理だよ。ほら、ヘリに乗ればすぐじゃない。ミシェル、高いところは苦手だったかしら。いや、そうじゃなくってね。ミッシェルのままだとあんまり強く言えないしな。そうだ、それならこれはどうかな。なるほど、それならば。二人とも素敵なアイディアね。そうよ、そうしたら。なんか盛り上がってますね、心たち。みんなの気持ち私もわかるな。嬉しいんだよ、ミッシェルと一緒なのが。ココロちゃんの言う通り、普段はすぐに帰っちゃうから。それはまあそうかもですね。決まり、今日はみんなで商店街の笑顔パトロールをしましょう。ああ、ミッシェルがいればまた新しくも儚い風が吹き、商店街のみんなを笑顔にできる。あの子たち、今朝ドッジボールで試合した子たちだ。うーん、今度は負けないよ。負ける気しかしないけどね、この体じゃ。やっぱりミッシェルは商店街の人気者ね。さすがミッシェルだわ。まあ、ずっとこの商店街マスコットやってるからね。うん、やっぱりミッシェルはすごいね。って、あれ？カノンさん、どうしたんですか？あのおばあさん、どうしたんだろう。本当だ、同じところぐるぐる歩いてて、探し物かな。ねえ、声をかけてみようよ。そういうことなら私に任せておくれ。ごきげんよう、マダム。何かお困りかな？落とし物？それって何かしら？そうだったのね。ねえみんな、
たちが代わりにお守りを探してあげるのはどうかしら。はぐみ、賛成だよ。笑顔パトロール隊はみんなの笑顔を守るのが仕事だもんね。ああ、その通り。悲しみに暮れるマダムの笑顔を取り戻す義務がある。はい、もちろんです。みんなで探した方が見つかる可能性も上がりますし。必ず見つけて戻ってきますから、おばあさんはここで休憩して待っていてください。それじゃあ、おばあちゃん、昨日どこに行ったか教えてくれるかしら。おばあさんにもらったメモによると、まず商店街でお買い物をして、路地裏を通って公園へ。あ、はぐみんちでコロッケ買ったんだね。父ちゃんが覚えてたりしないかな。ちょっと聞いてくるね。父ちゃん、おばあちゃんのこと覚えてたよ。カバンからお財布を出すときにお守りがついてたのも見たって。なら落としたのはこの後だね。コロッケを買って公園のベンチに座って食べたって。それでね、父ちゃんが探すの頑張れって言ってみんなの分のコロッケくれたんだ。ああ、なんて優しいんだ。必ずお守りを見つけてその優しさに報いないといけないね。牛肉コロッケかな。あ、ミシェルも？ミー君も牛肉コロッケが一番好きなんだよ。あ、そうなんだ。偶然だね。いけないいけない、つい素で答えちゃった。なんかミシェルでいることを忘れそう。まあ、いつも通りにしてれば3人が気づくことはないか。それでコロッケを持って公園に来たってわけだね。おばあちゃんと同じ道を歩いてみてるけど、お守り見つからないね。まだまだ行っていないところもあるからね。諦めなければ、気まぐれな子猫ちゃんのようなお守りもきっと見つかるはずさ。子猫ちゃんみたいなお守りってどんなのだろう。同じことをしてみた方が見つかるかもしれないよ。うん、せっかく揚げたてのコロッケをもらったんだもんね。やばい、そういえば私食べられないじゃん。ミッシェルはお腹が空いてないから後で食べることにするね。そっか。でもうちのコロッケは冷めても美味しいから大丈夫だよ。うん、後で美味しく食べるね。ごめん、はぐみ、本当はお腹空いてるけど今は食べられないんだ。そしておばあちゃんが昨日最後に来た場所がここね。まさかサークルに来てたなんてね。おばあさんのお孫さんの初ライブだって言ってたっけ。すべての道はサークルに通ず、つまりそういうことさ。ここで落としたならマリナさんが知ってるかも。あれ、ハロハピのみんな、今日はライブもスタジオの予約もないよね。マリナさん、ちょうどいいところに。これには運命的な理由があってね。さっき知り合ったおばあさんの落とし物を探しているんです。小さなお守りなんですけど。お守り？あ、ちょっと待っててね。もしかしてこれのことかな。紐が切れた手作りのお守り、きっとこれのことだよ。
してたらフロアに落ちてたの。大事なものだろうって思って受付で預かってたんだよ。さすがマリナね。これを叩ければきっとおばあちゃんも笑顔になるわ。うん、そうだね。じゃあこのお守りをおばあさんに届けて。え？今の鳴き声。あ、今何か飛びついてきて。あれ、お守りがない。あの猫がくわえてる。これはいたずらな子猫ちゃんだね。どう見ても大人の猫だけどね。なんて言ってる場合じゃない。取り返さないと。うん、猫ちゃん、それ返して。みんな追いかけるわよ。心配してくれるの？ありがとう。でも大丈夫だよ。あ、大丈夫って言った瞬間またどっか行っちゃったね。シェイクスピアも言っている。押してダメなら引いてみろとね。だから私は子猫ちゃんを追わず逃げることにしよう。え？カオルさんが逃げるの？なんで？逃げるものを見ると追いかけたくなる。それはまるで人と人の駆け引きのように。さあ子猫ちゃん、私を追いかけてごらん。まあ予想通りの結果というか、全然意に介してないみたいだね。ほら、悠々とこっちを見てるよ。ああ、子猫ちゃんに駆け引きは難しかったようだね。待って、この格好で全力で走るとか無理。あっちに行った。よし、追いかけっこだ。でもはぐみに勝てる気はしませんけど。でもミッシェル、考え込んでどうしたんだい。もしかして何か考えがあるのかね。考えっていうほどのものじゃないんだけどね。あの猫、走って追いかけると逃げるけど、カノンさんが転んだ時とか、カオルさんが逃げてみた時とかは逃げないでこっちの様子を見てたんだ。そこまで警戒心があるわけじゃなさそうだし、無理に捕まえないでこっちに来てもらうようにしたら捕まえられるんじゃないかなとか。それよ、ミシェル、ナイスアイデアだわ。大げさだって。カノンさんやカオルさんのおかげで思いついたんだ。それにこっちに来てもらうっていうのも簡単じゃないよ。それなら大丈夫だよ。だってハグミたちはハロハピだもん。ハロハピは世界を笑顔にするバンドだから、猫ちゃんだってきっと混ざりたいって思ってくれるよ。みんなで猫ちゃんに来てもらう作戦を考えましょう。猫ちゃん、走り疲れたのか休んでるね。
お守りはまだ加えたままだけど。はい。近づいたらすぐに逃げちゃうでしょうね。やっぱり、おびき寄せ作戦で行きましょう。ミシェル、カナちゃん先輩、コロッケの材料のジャガイモ持ってきたよ。前にお客さんが言ってたんだ。ジャガイモは猫ちゃんも大好物だって。あ、ちゃんと味付けする前の潰しただけのやつを持ってきたからね。ありがとう、はずみちゃん。やっぱりまずは餌で釣るのが確実だからね。カノンさんはドラムで鍛えたスティックさばきで、猫も思わず飛びかかるような猫じゃらしをお願いするね。うん、頑張るね。ミシェル、私たちは何をやればいいのかしら。どんな困難なオーダーにも儚く答えようじゃないか。ココロちゃんとカオルさんは、はぐみちゃんと一緒に遊んで猫も油断して寄ってくるような楽しい空気を作ってて。わかったわ。カオル、はぐみ、遊びましょう。ああ、任せてくれ。全力で遊ぶよ。ほら、猫ちゃん、猫じゃらしだよ。ご飯もあるよ、楽しいよ。あなたも一緒に遊びましょう。カオルくん、猫ちゃんが興味持ってるよ。ああ、けれどまだ油断してはいけない。私たちには全力で遊ぶという大切な任務があるのだから。カノンさんの猫じゃらしで遊び始めた心たちのおかげか、全然警戒もしてないみたい。あとちょっと、あとちょっと。さあ、今よ。よし、みんなで猫を囲むよ。あ、猫ちゃん、ミシェルの方に行ったよ。いつもの私なら、はぐみも捕まえられないような猫を捕まえるなんてとても無理。でも、ミシェルなら、表面積が違う。ミッシェルが体で逃げ道を塞いだ。どちらに逃げようか悩んでる。ココロ、この隙に。捕まえたわ。やったー。我々のコンビネーションによる儚い勝利ということだね。驚かせてごめんね。でもそのお守りをどうしても返して欲しかったんだ。返してくれてありがとう。このジャガイモはお礼だよ。美味しそうに食べてる。それにしてもさすがミッシェルだね。無事にお守りを取り戻せたよ。いやいや、みんなのおかげだよ。そんな風に謙遜するところもまた儚い。先ほどの手腕といい、まるで岬を見ているかのようで。あ、はぐみも思った。さっきのミシェル、なんだかミー君みたいだって。そうかな。そんなことないと思うけどな。そうだわ。ミシェルは岬とお友達だけど、ハロハピにいる時の岬をあまり知らないからピンとこないんじゃないかしら。え？それならいいこと思いついたわ。みんなでミッシェルに岬のことを教えてあげましょう。さあ、緊急ハロハピ会議を始めるわよ。議題はみんなわかってるわね。うん、ミッシェルにハロハピでのミー君のことを教えてあげるんだよね。私たちが知る岬の儚い姿、ミッシェルに全て教えようじゃないか。よろしくね。私のことは私が一番知ってると思うけどね。博物館に行ったらミー君は何
私も美咲にある相談をしたところ、全て任せてくれとまで言ってくれてね。そうそうなんだ。でもそこまで大層なことはしてないと思うよ。全部知ってるとはいえ、他の人に言われるとなんかくすぐったいな。しかもはぐみとかおるさんの脳内でなんかアップグレードしてるし。みんな、美咲とはたくさんの楽しい思い出を作ってきたわ。たくさんあって一日じゃ話しきれないくらいなの。うん、そうだね。いっぱい楽しい思い出を作ったけど、それだけじゃなくて。え、カノンさん？前にね、ハロウィンイベントのお手伝いをした時、美咲ちゃんは一人で頑張りたいっていう私を応援してくれたんだ。私ならできるって信じて、それで背中を押してくれたんだ。はぐみもね、恐竜の卵を見つけたことがあるんだ。でも実は本物の卵じゃなくって、それをミー君が気づいて、はぐみに本当のことを教えてくれたの。はぐみのことを考えて、はぐみのために言ってくれたのがすっごく嬉しかったんだ。以前、私が美咲とある舞台を上演した時、美咲は私の描いた台本と違う行動をとった。それは私やみんなのためを思っての行動だったんだ。美咲はとても儚く、そして真の強い女性だと改めて思ったよ。え、カオル君とミー君の舞台？どんな舞台なんだろう。はぐみも見てみたい。それは私と美咲だけの秘密さ。みんな、ねえミッシェル、みんな本当に美咲ちゃんのことが大好きなんだよ。美咲ちゃんはみんなのことをとってもよく見てて、とっても大切にしてくれるからね。よくわかったよ。もうカノンさん、私が否定できないのをわかって、さっきから嬉しいやら恥ずかしいやらでなんか顔熱くなってきてるし。私も美咲との素敵な思い出がいっぱいあるわ。ミッシェルにも教えてあげるわね。まだあるの？いやいや、もう十分だって。これ以上詰め込まれたら顔熱くなりすぎて爆発するから。ちょっと急用だから席を外すね。心ちゃん、戻ってきたら聞かせてね。絶対顔真っ赤だよ。まだほてってる気がするし、冷めるまでしばらくここにいよっと。ああ、もうみんな私がいないからって言いたい放題。いや、私がいてもみんな言うことは変わらなさそうな気もするけど、ダメだ。思い出すとまた顔が赤くなる。今は忘れろ忘れろ、美咲。ほんと、ミッシェルが脱げなくなったからこんなことになったのに、ミッシェルを着てるから顔を見られずに済むとはね。助かったと言えるのか言えないのか。それにしても、ここまでずっと着てると自分が着ぐるみ姿のこと忘れちゃいそう。いつから？もしかして猫を追いかけ回してるうちにファスナーを噛んでたのが緩んだのかも。とにかくこれで元に戻れ。でもこのまま元に戻ってミッシェルが帰ったって言ったら心たちがっかりするよな。さっきも戻ったら話を聞かせてって言って逃げ出してきちゃったわけだし。今日くらいいっか。よ
し、みんなのところに戻るか。ミッシェル、今日は楽しかったよ。また遊ぼうね。ああ、また儚い時間を共に過ごそうじゃないか。うん、そうだね。二人とも帰り道気をつけてね。ミシェル、この後クラフクの人たちに直してもらうの？あ、伝えるの遅くなってすみません。実はもう脱げるようになってるんです。だからこのまま帰ります。え、じゃあなんで？うん、そうだったんだ。じゃあまたね、かな。またね、ミシェル。はい、また今度。本当に今日は疲れたな。いつもと同じようなことでも、ミッシェルの中にいるだけでこんなに違うとはね。ミッシェル！え？ココロちゃん？どうしたの？それにその格好。ミッシェルを連れて行きたい場所があるのを思い出したのよ。それで急いで追いかけてきたの。さあ行きましょう。え、今から？到着ね。ここが私たちの通う花咲川女子学園よ。行きたい場所って学校？ええ、ミッシェルは私たちが普段学校で何しているか知らないでしょ。だから案内しようと思ったのよ。ほら、早速中に入りましょう。入りましょうって、私このまま入れるのかな。入れちゃったよ。多分黒服の人たちが許可取ってくれたんだろうな。いつもありがとうございます。ミシェル、こっちよ。校舎を案内するわ。そりゃ学校でこんなクマに遭遇したらびっくりするよね。やっほー、ミッシェルだよ。よし、ごまかされてくれたみたい。こんな風に手を触れるなんて、私もずぶとくなったな。まあ、ミッシェルに入ってるからってところもあるけどね。ミッシェル、どうしたの？なんでもない。すぐに行くよ、ココロちゃん。ここは中庭。天気がいい時はここでお弁当を食べたりするの。へえ、そうなんだ。うん、よく知ってる中庭。何も変わりない。まあそりゃそうだよね。今さら案内されたって。ふふっ、私ね、前に美咲と一緒にお弁当を食べていて、うっかりお箸を落としちゃったことがあるの。そうしたら美咲がフォークを貸してくれて、おもちゃみたいに小さな可愛いフォークだったわ。そんなことあったっけ？ええ、あったの。おもちゃみたいねって言ったら、美咲は確かにそうかもって笑ってたわ。そうそう、前に面白い本をカノンに教えてもらったときは、あの木の下で昼休みになると続きを読んでて、あとベンチに座っていたら急に雨が降ってきたときは、あ、よく覚えてるね、ココロちゃん。ええ、もちろんよ。だって美咲との大事な思い出だもの。ううん、美咲との思い出だけじゃないわ。はぐみとの思い出も、カノンとの思い出も、カオルとの思い出も、学校でのことも学校以外でのことも私は忘れないわ。だって
思い出すだけで笑顔になれる素敵な思い出たちだもの。大切で特別な私の宝物。美咲たちが特別なんだって教えてくれたの。そっか。もちろんミッシェルもよ。これからもたくさんの思い出を作りましょう。うん、そうだね。ミッシェルもそう思うよ。そうだわ。もう一つ教えたい場所があるの。ここ1年の教室？ええ、私と美咲が1年生だった時の教室よ。ここが私の席で、こっちが美咲の席だったわ。少し前まで毎日来ていたのに、なんだか懐かしいわね。うん、そうかもね。この教室でもいろんなことがあったわ。例えば、ココロちゃん？そうだわ。ミシェル、来てちょうだい。行きたい場所がまだあったわ。まだあるの？ココロちゃん、どこ行くの？すぐわかるわ。この上の階よ。上の階って、この上には、ここ屋上よ。この学校で一番高いところね。素敵な眺めでしょ。うん、そうだね。屋上に出るの、そういえば初めてだっけ。というか、どうやって鍵を。あ、そっか、ココロって天文部だった。ほら、見てちょうだい。あっちに商店街が見えるわ。向こうにはサークル。あ、ほんとだ。ってことは方向的に、あった、あそこが羽岡だね。まあ、本当ね。学校のある日ならカオルも見えるかもしれないわ。いや、それは無理じゃないかな。そうかしら。やってみなくちゃわからないわ。あ、そっか。それにしても、とっておきの場所って言うから、どこに行くのかと思ったよ。ココロちゃんのことだから、またとんでもないところに連れて行かれるのかと。さっき教室から夕日が見えたでしょ。あの夕日を見ていたら、ミッシェルとここに来たくなったの。夕日？前にあの教室で夕日を見たことがあるの。美咲を探してあの教室に行って、一緒におしゃべりした時よ。あの時は隣に美咲がいて。それで夕日がとっても綺麗だったわ。きっと隣に美咲がいたからね。心だから、ミッシェルと一緒に見る夕日もきっと綺麗だと思ったの。それでこの屋上に来たのよ。そうすればこの屋上がミッシェルとの思い出の場所になるでしょ。楽しい思い出の場所はいっぱいある方が楽しいもの。うん、そうだね、ココロちゃん。ああ、もう本当に心は相変わらずだな。私にはとても真似できないや。ううん、違う。今ここにいるのは私じゃなくてミッシェル。なら私が恥ずかしがる必要なんてないよね。だから、ココロちゃん。何かしら。今日はいろんなところに連れて行ってくれてありがとね。お礼なんていいわ。私もとっても楽しかったもの。うん、私も
みんなといられて楽しかった。だからそのこれからもずっと仲良くしてね。ええ、もちろんよ。だってミッシェルはハロハピのメンバーで私たちの大事なお友達だもの。ありがとう、ココロちゃん。大好きよ、ミッシェル。いつもの私だったら絶対言えないな。でも今の私なら、私もだよ、ココロちゃん。